海外起業家夫婦セイヤ&リホのライフデザインラジオ。皆さんこんばんは。こんばんは。海外起業家夫婦のライフデザインラジオ、本日のテーマは新しいことを始める時の不安の乗り越え方という内容でお届けしたいと思います。ね、新しいこと、例えば新しい何かこうイベント企画、募集するとか、新しいビジネスするとか、新しい挑戦をするとか、新たに海外行くとか、ね、なんかするときって絶対誰しも不安がつきものだと思うんですけれども、でもやっぱりそれとこう上手に付き合っていくこと、それを乗り越えていった先にやっぱりね、新しい未来が待ってると思うんですよね。なので今日はその不安をっていう こう感情をどういうふうに乗り越えたらいいのかっていうのをお届けしたいと思います。はい。で、私たちもね、さっき2人で話していて、まず大きく分けて2つあると思っていて、1つ目がその不安と対話するっていうことですね。で、2つ目が2つ目がですね、不安をそのできるだけこうなくす、減らす、努力をするっていう、その行動としてですね、この2つが出てきたので、ちょっと1つずつ、説明したいと思います。じゃあまず不安と対話するなんだけども、せやくんはどう、その不安が出てきたらどんな風に自分の中でこう向き合うというか。確かに、でもなんか不安を感じてるっていうのは、例えば起業したりとか自分でやってると、もちろんなんか当たり前のように起きる感情なので、まずそれは当たり前だなというか、不安があることによってどうしようっていう風になるというよりかは、そんなもんだなって思っておくっていうのは、もうゼロになることは絶対ね、ないもんね。そうやな。あとなんか僕がよくやるのは、なんかやっぱ不安があるってことは、なんかその分だけ期待しすぎてるっていうことがすごくあるなって僕は思ってて、期待値が高いというか、例えばイベントしようとだった時にすごいお客さんが集まるっていう感じで理想を高くしすぎてるからこそ、そこに到達するための不安っていうのを感じるというか、で僕は結構よく思うんですよね。なので逆に期待しすぎないというか、それは目標値を下げようと言ってるというよりかは、あんまりその自分自身に、またその結果に過度な期待をしすぎないことによって不安が抑えられる、いつも通りの自分でいけば、大丈夫だなというか、自分にこう過度な期待をしないっていうことによって不安が解消されることがよくあるんですよね。なので、別にうまくいかなくてもいいじゃんというか、そのまま自分の、進みたい、伝えたいことを伝えれば、いいじゃんと、結果は流れのままになるだろうっていうぐらいの感じでこもった方が、気楽にある意味いけて、でそっちの方が肩の力が抜けて逆にうまくいく、かえってうまくいくことがすごく多いんですよね。なので不安との対話っていう意味では、過度な期待をしすぎない、自分の、期待によって自分の首を絞めすぎないっていう、そういうバランスの話なのかなと僕は思うので、それが僕は大事かなと思うかな。確かに、上を目指すことはすごく大事だけれども、あんまりそれを高くしすぎちゃうと、逆にこう肩の力が入って、そうやねんな、発揮できないというか、なんか力んでしまうのがあんまり良くないと思うから一番。でもなんとかなるっしょみたいな、逆になんかそういう方がいい感じかな。みほちゃんはどう？でも私も、不安ってちょっと冷静になって、これ自分が作り出してる不安だなって、なんかこう自分を冷静に見るようにしたりとか、それでも絶対ゼロにはならないんだけれども、でも例えばこの企画がうまくいかなくても、別にこう死なないよねとか、なんとか誰か助けてくれるよねとか、別にこううまくいかなかったらこういうふうに助けてもらえるよねとか、なんかこうそれを緩和するようにこう自分と言い聞かせたり、ちょっと視点を変えるっていうのを心がけてます。なるほどな。ほんまにゼロにはならへんからな。
もし不安が出るってことは、うん、やっぱ新しいことに挑戦している、あ、前に進んでいる証拠だとも思うので、うん、確かになんかいいことなんじゃないかなって、うんうん、不安が出ないで、まあ、安定の方が楽は楽かもしれないけど、うん、でもそれってね、現状のままだったりするから、うん、そうか、うん、前進している証拠なのかなって確かに、うんうん、思うとすごく逆にいいことなのかなって私は思います、うん、確かに確かに、うん、で2つ目はその不安を、まあ、あのできるだけこう減らすような、うん、なくすような、まあ、努力をする、うん、これはあの実際に行動としてできることかなって、確かに、ね、さっきのはこう自分の考え方、うん、私はマインド的なところだけども、うん、行動としてあのできることもきっとあると思うんだけども、うん、せや君はどうですか？せやな、やっぱり不安を感じているのは当たり前と言いつつも、うん、やっぱり取り除けるのであれば、うんうんうん、できるだけその要素は不安要素を減らすっていうことをした方がいいと思うんですよね、うんうんうん、で不安ってやっぱり失敗したらどうしようとか、うん、そういうことなのかなって気がするので、うん、その知ってるよりその失敗しないその失敗のリスクというかそれを減らすっていうことを、うん、あのするように僕はしてまして、うん、まあ、例えば、まあ、僕もそのよくやるのがやっぱり事前にしっかり準備するっていうことですね、うんうん、あんまりこうあの勢いで何かするってことは僕はあんましなくて、うん、あの事前に準備して、うん、で再確認してで、まあ、そのスケジュール通りにやるというか、うん、その通り、うん、やっていく、まあ、そうするだけでもあの不安っていうところは少なくなると思うんですよね、うん、あの余裕がある状態ができるので、うん、やっぱり焦りっていうのが不安につながっていくので、うん、なるべく焦らないような取り組み方をするっていうのが僕は、うんうんうん、あの行動ベースとしてすごくいいんじゃないかなと思いますね。あとは例えばむちゃくちゃちょっと細かい話になってしまうかもしれないけど、例えば新しいイベントをするとか新しい講座作るっていう時に、うん、いきなり始めますというふうに大々に募集をかけてるってなってくると、うん、結果が結構未知数なことが多いと思うんですよね。なので例えば自分のもともといるお客さんとか仲のいいお客さんに、うんうん、今度こういうことしようと思ってるんだけどどう思いますかとか聞いてみるとか、または、まあ、いつもビジネスやってる人とか、うん、あのそういうビジネス的なこと分かってる人の方がいいと思うんですよね。例えば、うんうんうん、あの恋人とか奥さんとかビジネスのことをあんまり知らない人に聞くとちょっとあんまりあのいい回答もらえないことが多いので、うん、逆に不安になってしまうので、うん、じゃなくてビジネスのこと分かってたりとか、うん、自分のこう、活動のことを分かってる人に聞いた方がいいと思うんですね、うん、でそこからアドバイスもらうことでそのブラッシュアップしていけるというか、うん、より良くしていけるたり、あ、もうちょっと方向性変えた方がいいかなって気づかされることもすごく多いんですよね、うん、っていう感じでいきなりドカッとやるよりかはまず、自分の近しい人に、そしてビジネスのこと分かってる人活動のこと分かってる人に聞いてみるっていうのが僕よくやりますね、うん、これ細かいですけどちょっと行動ベースとしてすごく大事なことなのかなと思います、うんうんうん、みほちゃんはどうかな。うん、私もでもやっぱりこうもうやることを行動にこうちゃんと落とし込むというか、うん、不安ってかあの何もしないでいるとどんどん不安だけが大きくなっちゃうので、うんうん、まあ、もうねできることは時間も限られてるから、うん、じゃあそのために今日は何して明日は何してって、うん、まあ、行動ベースに分解をすると、うん、あ、これをやればいいのか、それだけにまあ集中していけばいい、うん、まあね、結果はどうしてもわからない時もあるけれども、うん、まあ、でもここまでできることはやろうっていうふうに、ん、まず計画を立てるかな、うん、だから何かイベントをするって時は結構1週間前からのこうスケジュールを、うんうん、立てたり、うん、紙にガーって書き出したりとかしたりとか、うんうんうん、あとはあまりにもこう煮詰まったらで時間も迫ってるどうしようってなる焦る時こそ、うん、なんかあえてもう何もしない、うん、もう半日ぐらい、うん、もう全然もうゴロゴロ寝てもいいし、うん、なんかこうちょっとマッサージに行くでもいいし、うん、もう一回離れる。なるほどな、うんうん、考えすぎてる場合があるってことだな。そう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 、うんうん、それもこう一回脳を緩めてるとなんかちょっとまたリフレッシュして頑張ろうって確かにいうふうに
確かに確かに、新鮮な目でまた見れるもんな。だからね、上手に息抜きを取り入れるっていうところかなと。そうやな、うん、なんか疲れすぎてたりとかすると、うん、どんどんちょっとマイナス方面に思考がいってしまうから。ほんとほんと、やっぱ焦りはいいものは生み出さないからね。そうだな、確かに確かに、というわけで、今日はね、新しいことを始める時の不安の乗り越え方ということで、一つ目がその不安と対話する、ね、自分の中でこう、 うまくこう期待しすぎないとか、こういう見方を変えていくっていうところですね。あと2番目の不安をできるだけなくす努力をする、事前にスケジュールをしっかり作っていたり、分かる人にこう相談したり、あとはもう思い切って離れてみるとか、っていうことをご紹介させていただきました、では、今日のですねラジオはここまでとなります、本日もお聞きいただきどうもありがとうございました。